皆さんおはようございます。内閣総理大臣の岡田圭介です。立憲民政党総裁にして商工大臣の町田忠司です。今回は日中強化モッドである8 years war of resistance。8年抗戦モッドの日本をやってくわよ。素晴らしい。血の淵にある議会政治を救いましょう。というわけで今回は民主ルートに突き進むんじゃ。とりあえずこちらの画像を見てください。なんだこの画像は。やらしい与党支持率だな。民主主義の支持率が圧倒的なのは議会が民政党と政友会の2大政党に占められているから。岡田首相は民政党を与党にしていますが、自身は政党人ではないので中道主義の独立派が与党になっています。政党内閣でも超前内閣でもない中間内閣というやつだな。ちなみに議会では野党の政友会が過半数を持っており、政局が安定しているとは言い難い状況です。しかし、なぜか政治顧問に野党政友会総裁の鈴木喜三郎がいるのだが、これはなぜ？知りません。ちなみに安定度と戦争協力度が下がるクソ特性持ちだし、彼が顧問にいると民しかできません。政党党首が顧問にいると民しかできないってどういうことなの？まあ本来なら犬飼剛の後継首相になるはずだったのに。選挙干渉、内務官僚汚職や党水権干犯問題を起こしたりした過去から対名効果を見送られ、結果的に政党政治を終わらせてしまった人物ですからね。おまけに司法官僚として治安維持法を改定して特攻を強化し、後々までに悪影響を及ぼしてるんで。でもそんな奴が民主主義政党の党首なんですけど、我々民政党が勝てば問題ないね。でも民政党は前回の選挙で大敗してるんですけど、前回の選挙は世界恐慌対策で民政党がやらかして政友会政権に代わり、大正義高橋コレキヨ増将が世界最速で恐慌から日本を救ってしまった直後だったので仕方ない。安定度はバニラと違って 41% しかないんだな。治安維持法で安定度プラス 35%、 天皇陛下で安定度プラス 15% と安定度の増加幅は大きいんですが、陸軍行動派の反乱の心配によりマイナス 30%、 あと軍部が政府を上回るようになりつつあるということで、こんなデバフも存在し、結果的に 50% を切るという数値になっています。なお、安定度の基本値自体はバニラより高い模様。バニラ日本は天皇陛下に依存しすぎている。軍部総翼に天皇機関説を攻撃されて、去年は国体名称声明とか出さざるを得なくなった。恐れ多くも天皇陛下を機関銃に例えるとは何事かとかいうガバガバすぎる批判もまかり通ってるような有様でしたからね。言葉の意味もよくわかってないのに批判する奴は昔からいたんだな。まあ彼らにとっては天皇機関説なんてどうでもよくて、政治主導権を得るための攻撃材料にされただけですが、こんな要求に折れて国体名称声明を出さないといけないぐらい日本の政党政治は脆弱です。もう終わりだ。もう解散なんです。というわけで野党の政友会が内閣不信任案出したんで、来月解散総選挙です。政治顧問には鈴木喜三郎と共に海軍大臣の大隅峰夫もいるな。艦隊派の圧力に屈して国際協調路線の条約派に対する粛清人事を実行。海軍軍縮条約に賛成していた海軍軍人たちはほとんど予備役に編入されました。私も海軍軍縮条約締結のために奔走した条約派だったのだが、何もできなかったし、帝国は今まさに海軍軍縮条約から離脱しようとしている。政党にも軍部になびく者が現れ、我が党も例外ではありません。首相、今年は日本が正気に戻れる可能性のある最後の年です。天皇機関説は国体に反するなどという声明はさっさと発し、ご正門の精神に立ち返って立憲政治を復活させなければなりません。3度目の護憲運動の時間です。とはいえ、今の状況でそんな運動をやれば、過激派に殺されるだけなのでは？暗殺される可能性は十分ありますよ。もっと的にも、民主主義ルートに行こうとすると暗殺計画が定期的に計画され、成功すると岡田首相は暗殺されます。暗殺されると強制支持ルートです。ふざけんな。まあ226でも暗殺されかけますし、この時代の首相というのは暗殺計画を立てられる運命にあるのです。国家革新のためならテロを用いても構わないという風潮が世論にさえ蔓延してるからな。というわけで首相には文字通り命がけで立憲政治を守っていただきます。でも政党の側が軍部とつるんで自分で立憲政治を破壊しようとしてるし、あんたらがシャキッとしてくれんとどうにもならんよ。なんとか民政党だけは岡田内閣徹底支持でまとめるから頑張って。問題は最大野党の政友会なんだよな。この時代の政友会は議席多いだけ、内部分裂でガバガバなんでどうにでもなりますよ。そもそもこの時代の日本、ガバガバでない組織が存在しないのでは？違いない。満州事変以降の行動により、日本は外交的に孤立しつつある。というかもう孤立している。残党、国連脱退したのが悪い。政党政治の復活と軍部の抑制、そして英米との関係回復、これが帝国が描くビジョンだ。しかし強硬外交に対する世論の支持は圧倒的であり、国際社会復帰のために満州事変以降に得た権益を全て手放すというような処置を取った場合、軍部クーデター待ったなしでしょう。国連も満州権益を全て手放せとは言っていない。妥協点は見つけられるはずだ。中華民国はどうしますか？列強同士の話し合いになぜ反文明国が参加できるのかね。ここはミュンヘンですか？ちなみに当時の大陸情勢はこんな感じ。詳しい説明は前回の中華民国プレイで行ったので割愛しますが、日本は満州事変を、内蒙工作、華北分離工作を実行し、
その権益をさらに拡大しようとしています。現代の露呈みたいなことをやってる最中だね。現在日本が主導する東亜新秩序には日本とその傀儡国である、満州国、薩東自治政府、祈祷望郷自治政府が参加しています。過酷には分離工作の成果として日中の干渉政権である鬼殺政務委員会が存在しているぞ。これ以上の拡張は国際世論をさらに刺激してしまうため、控えるべきでしょう。まあ政府がやめろって言ったって現場が勝手にやるんだけどね。やはり文部大臣文官生徒参謀本部廃止論が必要。それ唱えてた原隆は15年前、そして高橋コレキオは今年暗殺される運命にあるぞ。ねえ、やっぱり日本って健全な民主主義が築けるような状態じゃないよね。政党党首がそれを言ったらおしまいだろ。ゲームを始めて数日経つと、海軍軍縮条約脱退のイベントが起きました。現在、第二次ロンドン海軍軍縮会議が行われていますが、この会議から脱退するかという話です。すでに2年前にワシントン海軍軍縮条約を破棄し、軍縮会議からの脱退も規定路線。ここで会議に留まると艦隊派と敵対し、大きく政治安定度を下げることになる。ですが、この脱退はさらに日本を国際社会から孤立させます。またこれ以上艦隊派、そして軍部を図に乗らせてはならない。今のうちに艦隊派を抑え込んどかないとスエツブみたいな対米海戦論者をのさばらせちゃうからね。素晴らしい。ここからは我々清廉潔白な条約派にお任せあれ。違いない。海軍善玉論は否定されても条約派は善玉だから。条約派も対中海戦には賛成だったし、与内は率先して全面戦争を主張して海軍航空隊に南京とその周辺都市を爆撃させて、さらに陸軍参謀本部によるトラウトマン工作まで潰すという大戦犯行動を繰り返してるんだよな。中国は英米と違って反文明国なので仕方ありません。なお、その後南方進出の拠点となるであろう海南島を占領して英米を激怒させ、完全に英米が日本との対決姿勢を取るきっかけを作った模様。軍縮条約にとどまったことで安定度が下がったのでインフレが進行しだしたぞ。軍部と財閥のせいで政治力上昇値が低いんで対策できないんですよね。早く安定度が回復することを祈りましょう。1936年2月20日、第19回衆院選の投票が行われ、与党の民政党が勝利したぞ。やったぜ。これで政情も安定に向かうこと間違いなし。よし、軍部に臆することなく県政街道まっしぐらや、我々民政党も全力で支援しますぞ。と、盛り上がる二人だったが、軍則の勘ね、その命、頂戴する。うわ、なんだお前ら、ぐは。ってあれ俺じゃなくて義弟の松尾が襲われてる？これはまずいことになった。早期鎮圧を急がねば。僕はこの時芸者遊びしてて事件には気づきませんでした。あのさ、横須賀鎮守府に帰った後は即座に反乱鎮圧命令出して陸戦隊送ってるから許して。というわけで行動派青年将校による226事件が発生。非常重大なる時、反乱将校は直ちに原隊復帰せよ。青年将校が頼みの綱としていた荒木や正樹は彼らを見捨てたぞ。貞夫ちゃんや正樹が権力確保のために青年将校を煽った結果、彼らが制御できないぐらい過激化してどうしようもなくなったという感じですね。当然226事件は史実通り鎮圧されました。この事件によって斉藤誠、高橋コレキオのような人材を失い、さらに義弟松尾伝蔵まで失った岡田圭介首相は自ら辞職を申し出て事態収拾の後に岡田内閣は総辞職するのですが、しかし今は事件の責任を感じている場合ではない。首相、あなたの手でこんな事件が二度と起こらない国に帰るのです。よし、俺は生きる。暗殺を恐れない。ということで岡田内閣が存続し、その下で210日間に及ぶ改革が進められます。岡田首相の下で軍部改革が断行され、軍部の影響力が抑え込まれます。とはいえ、この改革の間に、岡田首相は高確率で殺される可能性が高いです。それを防ぐためには特攻を味方につけ、暗殺計画を未然に防ぐことが重要な模様。逆に味方につけないと首相に対する暗殺事件を防いでくれないのかよ。そして226からたった2ヶ月後、岡田首相を狙った暗殺事件が再び発生。しかしなんとか防げたみたいだぜ。第二次ロンドン海軍軍縮条約がエチオピア侵攻で脱退したイタリア抜きの日英米仏4カ国で締結されました。うん、偉大な外交的成果だね。軟弱外交だと非難されて世論はますます燃え上がってますけどね。そういう世論を抑え込むために蒙古軍政府を設立。うち蒙工作の成功と大陸利権は決して手放さないことをアピールする。そして次は治安維持法をめぐる議論。治安維持法自体は憲政の浄土期に成立したものであり、改定前の初期は過激派を取り締まるだけの法律だったので、個人の自由をできるだけ制限しない形に改正して残し、左右の全体主義を取り締まる法律とするのが良いでしょう。なお完全廃止すると漏れなく東方開化共産党か社会大衆党かのルートに行き、社会大衆党穏健派ルート以外は独裁国家が出来上がります。立憲政治を守るためにも過激派は取り締まられねばならん。いわゆる戦う民主主義というやつだな。しかし、率先して改革を進める国を思う大田抜きこと岡田圭介の身を刺客が襲う。ぐは。日本の立憲政治は終わってしまった。こうして憲政の浄土復活の夢は露と消えた。終わらすなバカ。だって死んじゃったじゃん。オートセーブから蘇生しろや。ロードしても日本の立憲政治は終わってしまった。こうして憲政の浄土復活の夢は再び露と消えた。だから噛んじゃねえよ。だって死んじゃったじゃん。もう一回蘇生しろや。
特攻には賄賂を送って懐柔してますが、なびくまでにはまだ時間がかかり、そもそも暗殺を防げるのか疑問でしたが、今度は暗殺が起こらずに時間が進み、回避することに成功しました。これで226も合わせて今年3回目の暗殺事件を殺されずに乗り切りましたな。いや、2回暗殺されてんだわ。そして次の暗殺計画で岡田首相は殺されてしまった。こうして昭和デモクラシーの夢はまた粉砕されてしまった。プリーズロードオートセーブ、OK? ノー。なんでだよ。特攻がすでに岡田首相に懐柔されていたのもあり、今度は暗殺事件を防ぐことに成功。岡田圭介は4度に及ぶ暗殺の危機を乗り切り、ついに改革の最終段階に入っています。軍部の影響力を削ぎ、立憲政治を復活させるための諸々の改革。それらのほとんどは始まったばかりでまだ完璧とは言えないが、政党政治が復活すれば、さらに改革を進めることができるだろう。7ヶ月に及ぶ改革を経て、1936年10月に岡田内閣は初期の改革を完了。政治力をたくさん得たので政治顧問にいた非民主的勢力を追放し、かつて憲政の浄土を確立させた元老西園寺公と、このモッドではアメリカとの外交交渉を行ってくれる対米非戦派の外交官、有田八郎を迎えます。というわけで民主ルートの最初の NF、条約派の復権を進めていく。かつて大隅人事で予備役に追い込まれた条約派の重鎮たち。我ら海軍条約派は今や岡田内閣の重要な支持基盤であり、彼らを復権させる必要があるでしょう。こうして現在のゲーム上での与党である中道政党が条約派という名に変わります。そして下の NF、与内内閣とそれに連なる NF が自動で解禁されます。え?私が首相?いや、岡田内閣ですが、支持ルートに突き進んで陸海の均衡で海軍に譲歩し続けると、与内内閣が長続きして対中戦争をやりながら親米政策取れるみたいです。その場合の NF と民主主義ルートの NF の一部が共通しているという演出ですね。親独派の軍人を逮捕したり、艦隊派を粛清したり、英米のどちらかと同盟を組んだり、民主主義ルートだと文民政府を再建、与内ルートだと山本五十六内閣が成立したりもするようです。民主主義ルート専用の NF はこちらで、軍の文民統制を進めたり、中国の民主化運動を支援したりできます。あと、独ソとは敵対必至なようで、ベルリン・モスクワの脅威に抗うとかいう不穏な NF の姿も見えます。まあでも史実 AI だし、ベルリン・モスクワ枢軸なんてできるわけないでしょ。なんかいろいろできることが多そうでワクワクするわね。民主主義ルート。そして反枢軸陣営に舵を切った日本に虚偽ひげが防共協定を提案。当然拒否しました。今の日本にとってはソ連が最大の仮想敵国だから調印してもよかったんだけどね。というわけで首相、我が国の改革は始まったばかりですが、この1年で着実に成果を出しつつあります。しかし、まだ反対が収まったわけではない。政情不安は続いており、特に軍部の抵抗は顕著だ。英米との関係もまだ全く良くなってないしね。しかし、天は岡田圭介を4度の暗殺計画から救いました。これはあなたに改革を完遂せよと言っているのではありませんか?いや、実際は3回殺されてんだわ。